ただ前回大勝したからといって今回勝てるわけでもない。これが野球の難しさだからな。今回は、まあ、これはこれとしてしっかりこれも点取ってくよ。投手はなんて読むのかわからないけど木野、投手は木野です。第3球は3球目空振り。さあ4球目、やっぱ初回大事だからね。やっぱバントとかしっかりしていきたいけどアウトか。送りバント失敗。パワフルズなおもチャンスが続きます。投げました。ライブ2組見送ってストライク。まずは見送りました。投げました。決まってストライク。バッター追い込まれました。変化球が多彩だね。なかなかちょっと打てないかも。バッターは5番山本。第1球投げました。初球から打ってった。福島交代。なんとか1点取ろう。加藤一気にホームへ。よし、リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは6番吉田。第1球ストライク。まずは見送りました。第2球インコース高め外れてボール。投げました。よし、ムーブファースト。どうだ、ヒット。ボールは中継。パワフルズリードを2点に広げます。吉田タイムリー。パワフルズなおもチャンスが続いています。先ほどのプレーです。バッターは7番伊藤。結構濃い色だね、ユニフォームが。L チームは投げた。初球決まってストライク。第2球完全に外れた。ボール。第3球を投げた。打ちました。ファール。追い込んでから第4球を打った。1、2塁歓迎。うまく打った。シンカーうまく打ちました。3点だ。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、田中投げた。初球外れてボール。第2球投げた。打った。ライトへ飛んだ。結構みんな打つのちゃんと。ライトバックホーム。止まらないぞ。パワフルズなおもチャンスが続きます。第1球投げた。決まってストライク。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目。打ちました。レフト。全員しっかり打つな。レフトバックホーム。パンフルズさらに1点追加。タッチはアウト。これで3アウト。盗塁ミスでアウト。4対0。パワフルズ追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で福島2球目ストライク。追い込んで投げました。打ちました。アルボー。次は4球目投げました。インコース高め見逃し三振。今回はやっぱり打たれないかなので、前回のリーグ戦ではめちゃめちゃ打たれたんですけど。第9投げました。見送ってストライク。投げました。渾身のストレート空振り。149キロストレート。見逃し三振、うん、よし。同栄ナイスピッチング。同栄ナイスピッチング。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で加藤。最初のバッターボックスはフォアボール。第2球投げた。バントしました。ピッチャーの左へ転がした。取った。普通のバント。一塁送球。アウト。ランナー三塁に進みました。パワフルズなおもチャンスが続いています。投げた。打ちました。ファール。投球これから2球目。ストライク。少し迷ったか。投球はこれから3球目。アウトロー。ボール。次が4球目投げた。よし、押っつけて打つ。川崎取った。ドライタイム。一塁ベースを踏んでアウト。これで2アウト。ランナーは3塁変わりません。ストレートはストライク。第2球投げた。これもしかし空振り。第3球を投げた。打った。これはファースト。結構抑えられな。まあここは抑えられた。川崎自分でベースを踏んでアウト。3アウトチェンジ。ただ毎回チャンスだね。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で田中。第2球投げました。見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。ショートバウンド取った。二塁フォースアウト。パワフルズなおもチャンスが続きます。ランナー2人を置いて迎える。永田ジョジョレインで中村でいきますか。調子のいい中村初出場だからあの
いや、中村2人いんのかこの A チームA チーム2人います。中村今気づいてる、申し訳ない、 A 軍の1軍のメンバーだったのに。第3球外れたボール、第4球を投げました、打った、おー、しかもしっかり打つ、ライト前ヒット、ボールは中継、パンスルズ1点入りました、5対0、今日2本のヒットを放って、本来じゃ中村も名前つけなきゃダメだな、分かりやすいように、川崎ボールを取る、昨日取ってアウト、スリーアウトチェンジ、序盤終了、毎回チャンス、本当に毎回チャンス、中間守備を取りました、ボール第2球投げた、打ちました、レフト前に出る、左中間へ持っていきましたが、ヒット、三塁ランナーホームに向かう、ヒットだよ、キャッチャーから2塁送球危ない、アウトかよ走塁ミスが多いな今回。高橋交番、さあ2人目の渋谷、渋谷もつけた名前だから名字ランキングでは150160ぐらい、結構多いんだねって思ったね、渋谷も。投球はこれから3球目、打ちました、渋谷って読むのかな、実際でも渋谷だよね、投げた、打った、左中間へ上がった、ヒット、よし、取られた。5回の時点で7対0か。小林タイムリーツーベース。パンフルズなおもチャンスが続いています。第9投げた。ボール。さあ次の投球。ストレート見送ってストライク。第3球はストレートはボール。低め。第4球を投げました。決まってストライク。投球これから5球目。逆らわずに右へ、川崎下がっていった、取りになります、小林三塁回った、パンフルズこの回3点目、9対0、渋谷結局ワンアウトランナー2塁となりまして、渡辺第9打ちました、初球打ち、右中間へ持っていきましたがセンター前、取りました、ランナー2塁に戻ります、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません、第9初球を打ちました、右中間へのフライ取って、これで3アウトチェンジ、高速2人倒れて9対0、10アンダー打ちましたけど、上村、小倉点のチャンスを迎えました、ワンアウトランナー2塁という場面で伊藤、でも小倉投手が一番いい感じですね、投げました、打ちました、ショート右横のフライになりました、能力値的にはね、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません、第9アウトコース低めいっぱいストライク、まずは見送りました、初球ストライクから、第2球直球ストライク、バッター追い込まれました、追い込んでから投げました、直球空振り三振、田中三球三振、さあ6回まで終わって9対0、同江がしっかり無失点で抑えてます、今日はショートフライとセカンド、この回まで行こうか、投げました、打ちました、一二塁間の当たり、長いいいバッティングを見せました、バッターは5番川崎、インハイ見送ってストライク、いきなり151キロ、飛びついた、これはファースト間に合いません、ファールボール、投げました、アウトコースをつけた、ライト前ヒット、川崎ナイスバッティングです、第9投げた、ナックルはストライク、まずは決めてきました、投げた、打った、痛烈な当たり、ライト前ヒット、セーフ、二塁はセーフ、秋山、いきなり打たれた、を見せました、パンフルズなおもピンチが続きます、第9投げた、ストレートはボール、投げた、よしよし、三遊間の打球、山本掴んだ、バックホーム、間に合うかどうか、もうファインプレー、ファインプレー、よし、パンフルズなおもピンチが続きます、バッターは8番土屋、今日は三振とレフトフライ、投げた、決まったストライク、第2球投げました、打ちました、いい当たり、オッケー、セカンドゴロ、よし、無失点、ノーアウト満塁も抑える、7回の表が終わって、今回のリーグ戦を見違えるようになったなと、
バッターは DH の中村。第9球投げました。初球センター返し。抜けた。中村ナイスバッティングです。今日これで3打数、まあ1点ずつ取っていくか。中村は総力 F か。まあでもあれか、 DH だか知らないな。ダイソー出すと、ダイソー、こういう時にね、ダイソー出す。しっかり全員野球。藤島出して、小林バント。スリーバントだ。ピッチャーの左へ転がした。 OK。 一塁はアウト。さあ得点圏。第9球全員野球で。どうだ。第2球投げました。流し打ち、アウト。追い込んで第3球を1球外してボール。第4球は打った、流し打ち。結構でも球に押されてるな。いいとこ投げれてるから。インコース切れていきます。ファール。第6球を投げました。打ちました。全部ファールでし。第7球を投げた。今度は引っ張りで突如の引っ張り。じゃあゴロしてなかった。4番の方の中投げた。決まったストライク。投球これから2球目。インロー外れてボール。第3球を投げた。3球目空振り。バッター追い込まれました。第4球は打った。結構打たされたな。これは打たされた。アウト。スリーアウトチェンジ。7回、はい、パワフルズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは DH の。じゃあまあ8回からは投手交代しましょう。杉浦絶好調なんで、じゃあ杉浦。待って、まあ杉浦、ちょっと待ってよ。縦のを使いたいって言ってたよな。縦のを1イニング、杉浦1イニングでいく。縦のって抑え投手か。中継ぎ杉浦1位。パワフルズ。第9投げました。流し打ち。どうだ。ファール。第2球ツーシームが意外と打たれなかったからって思ったけど打たれたよ。いきなりホームラン打たれたしかもフランスだっていうあれだよ、13軍の控え選手に打たれた。あ、11軍か。打順は1番に帰って樋口。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。初球はストライク。投げました。打ちました。ライト前進。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番辻。今日はここまで3打数1安打1三振。初球空振り。でも2番の絶好調辻とかに打たれてないのが意外すぎる。打った。いい当たりだ。これは打たれても知らないと思うんで。抑えて。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番本田。今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げました。危ない球。第3球を投げた。インロー際どい球。ボール。ストライク。タイミング合いません。投げた。打った。痛烈な当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。さあ打たれたか。本田いいバッティングを見せました。4番は長いです。4番長い。初球から打ってった。中村ボールを取る。OK。 スリーアウトチェンジ。8回の裏パワフル攻撃に入ります。先頭バッターはここから長い、長いこと イニングまたぐね。まずは見送りました。第2球。そうか、ここから来て小倉か。ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた。ボール。まあ小倉は結構名字として言いそうだね。次は4球目。投げた。内角低めいっぱい。いや、いいとこ投げんね。結構スライダーいいとこ投げるから小倉が一番打てないかも。投げました。初球空振り。さあ次の投球
投げました。しっときた。ああ、しっときたけど打てなかった。第3球。見送ってボール。第4球を投げました。これはバットの根元、これは内野へのフライだ。セカンドフライでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番伊藤、第1球投げました。打ちました。初球打ち、レフトへ持っていった。3人で終わりました。さあラストの回行きましょう。パワフルズ3社、いよいよラストの回は立野投手でいきます。今大会初登板、完全な控え投手。第9投げました。見送ってストライク。第2球チェンジアップ、逃げ球リリース、緩急丸。打ちました。お投手レフト前進。レフト1イニングしっかり投げてください。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番秋山。今日はここまで3打数2安打。1球目ストライクから。第2球投げた、低めストライク。いいよ。これで追い込みました。投げた、ボール内角へ。第4球を投げた、流し打ち、アルボー。チェンジアップの曲がり幅がちょっと少なすぎるな。第6球を投げた、打った、ショート左横のゴロ。あっしょい。ショートから一塁送球、アウト。勝利まであと1人。バッターは7番福島。7番の福島、大きな声援が上がっています。福島も意外と名字多いんだねって思った。投げました。そんなに多いんだなって。さあ次が最後の投球になるか。もう第4球を投げました、打ちました。チェンジアップ打たれました。ヒット、福島ナイスバッティングです。ランナーは8番土屋。第1球インコース低め、ストライク。少し迷ったか。ストライク、膝元厳しい。最後どうする。第3球を進化で投げました、打ちました。進化、しかも嫉妬してるし。さあ4球目進化、打った、流し打ち、ファール。さすが、まあそっちこっちにも意地があるもんね。危ない球。第6球、チェンジアップで終わりだ。打ちました、ファーストの左。よし、ゲイ。そのままベースを踏んで、あと試合終了。10対1でした。1点は取られてるね。割と同意は見事、前回雪辱を果たして、無失点だよ、うん、だよね。11対1、11対0、 K チームの負けが痛いな、そう考えると。なあと1試合か、うん、ついに1軍はあと1試合になりました。さあラスト試合しっかり勝って、まあここのリーグは優勝しようよ。さすがに戦力差あるもんね。ちょっと待って、スカイアリーナいいね。スカイアリーナで先行 DH ありでいく、高校 DH ありでいこうか。でラストは星が先発でいきます。ちょうど絶好調で助かった。で星のバッティングにも期待だから、 DH なしの時に星を使えばいいのか。注目の一戦です。しっかり勝とうよ。ただ欲しいね、あれ炎上癖がある感じするから、ちょっとそれだけが心配。よし、バントさせない、嫌ならさせるなみたいな。欲しいはちょっと炎上癖があるからマジ怖い。うん、まあ14軍相手だったらいけるか。さすがに欲しいでも絶好調だし、スタードライブが曲がる曲がる、絶好調だ。この曲がりは打てんな。しっかりキャッチャー田中も止めるし、欲しいのバッティングに期待。ピッチャーは14軍エースの方針ですね。第3球を投げた、打ちました。うわさすが球足が速いもんね。パワフルズ1点先制。
欲しいタイムリーツーベースヒット。パワフルズなおもチャンスが続きます。こちらが先ほどの先制のシーンです。すごいね。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、小林パワフル追加点のチャンスを回避。初球を打ちました。左中間のフライ。仕事するね、やはり小林も。レフトからセカンドへ。パワフルズこの回3点目。やっぱりこのリーグは無双か。あの試合だけが痛いけどね。やっぱりこのレベルの差になってくると無双しちゃうか。第2球投げた、外れたボール。第3球を投げました、打った、ライト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。2回の表がワンアウトしたけど、やっぱりピンチなんだよね毎回。これで追い込みました。よし、松下全くタイミングが合いません。代打タイヤ、もう代打か。ボールはライナーでセンターへ。あら、なんかこう回転がかかると、センターもねなかなかあれしづらいんだよね。球足が速いとね、どうしても。まずは入れてきました。追い込んでから投げました、打ちました、ボールはレフトへ飛んで、あれだ、風だ。なんで取れないかっていうと、スカイアリーナのやっぱり風が吹いてる、7メートル。投げました、内角低め、外れてボール。投げました、インコース低め、空振り。まあスタイルドライブでいいか、これは打たれないわ。あれ、まだか。投げた、危ない球。ちょっとこれは打たれる気しないな。これは引っ掛けた、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。ただし風のせいでちょっとセンターが見失って2点取られた。パワフル追加点のチャンスです。もうピッチャー変えてます。豊田です。山本、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた、流し打ち、どうだ、ファール。振り返って2塁牽制球。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、高速シュート、ボール。第5球投げた、シュート、見送ってフォアボール。この回2人目のフォアボールです。第1球ストライク、タイミング合いません。第2球投げました、打った、レフトへ行った、レフト前取りました。しっかり打ったが1塁2塁に戻ります。レフトフライ、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、打った、少し詰まっているか、フラフラと上がった、掴んで、これで3アウトになります。伊藤も倒れてアウト。毎回チャンスのワードです。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で小林、第2球投げました、ナックルはストレート。投球は3球目、投げました、おっとデッドボールで満塁。これはデッドボール。第1球打った、ああ、第2球投げた、打ちました、シュートはいい球。第3球は1つ外した、ボール。投球これから4球目、ストレートはボール。第5球投げた、これはシュートを、犠牲フライになるか、フライです、犠牲フライ。加藤、レフトへの犠牲フライ、パワフルズ1点入りました、4対。バッターは3番渡辺、第9球完全に外れた、ボール。すごい風吹いてんな、8メートル。投げた、これもフライかな。ライトへ上がった、取りました、ボールは中継。大谷にとって小池に回して、1塁2塁変わりません。第9球初球から打ってった、あっと抜けた、タックルをしっかり捉えて虫が走る。 OK、 点目。さあリプレイ、バッターは5番山本、今日はレフトフライとフォアボール。投げた、外、ボール。第2球投げた、打ちました、鈍いゴロ。野田ボールを掴んだ、そう14軍さ、4回の表ショートが左投げなんだよね。これなんでかっていうと、左投げ左打ちの設定にたまたましちゃったんですよね。
てもう作っちゃうと右投げに変えれないってことが分かって結局左投げのまんまですよ。これをハンデはかなりでかいですよね。そう忘れてたけど、あで田島投手は多分抑えのエースかな、なかなか打ちづらいと思う。球持ちのいい左投手、ただストレートとカーブしかないのか。もうちょっと変化球欲しいね。ストレートとカーブしかないのか。では改めてリプレイをご覧いただき、ワンアウトランナー二塁三塁という場面で、ワンアウト二塁三塁、今日二打点を挙げて、カーブ主体の投手掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第9投げました、流し打ち、ファール。だからカーブ打ちが得意な選手は、まあ、ほぼ確実にヒットにできそうな。第3球はただカーブは曲がるからあんまり打てないよ、意外と。そんなに大差ついてないぞ。そう打てる投手じゃないような気がするな。アウト、送りバントが決まりました。パンフルズなおもチャンスが続いています。これでストライク取れちゃうもんね。いい投手だと思う。で急にストレートくるとなかなかね対応できないもんね。内角高め、投げた、打った、ファールボール、投げた、打ちました、うん、なかなか打てない、一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第9投げた、顔の前通過。こういう風にね、こういう風に生きていく投手もいるんだよ。投げた、ストレートとカーブだけっていう球種で投げました、空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、打ちました、三遊間の当たり。これでも抑えられるんだからやっぱり野球面白いわ。これでもなかなか打てない。ワンアウト二三塁チャンスです。でピンチだ、ピンチピンチ。インローの直球はボール、投げました、スタートライブ見送ってボール、打った、二遊間、うん、6対3、意外と僅差。リプレイをご覧ください。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、松下、今日は、まあ6回まで投げてくれればいいよ、橋、頼む。投げました、内角低め見送ってストライク、投げました、打ちました、中村、ね、2点差になったところで、じゃあ交代。ああ怪我仕掛けたけど無線に危ないな、ギリギリ熊谷、まあよく抑えたんじゃない、欲しいしっかりしよう。やばい、満塁じゃん、頼むぞ。14軍同士はかなりいい試合です。ただはい、1点、6対5。左バッターボックスは2番小池、初球空振り、第2球投げた、ボール、第3球を投げた、縦のスライダー、ボール、投げた、見送ってストライク、キレのある変化球、投げました、ボール、さあ6球目、1塁ランナー自動的にスタート、打ちました、1、2塁間への、よし、しゃべれ、セカンドから渡辺ナイス、よく回り込んだ。先ほどのプレーで中盤まで、うん、意外といい勝負。飯塚投手はリリーフの日本の名字ランキング167位くらい、170位くらい。アンダースローのピッチャーで、まあ、落ちる球と。そういう感じの投手ですね。代打でいいか。投げました。高速シンカーはストライク。あんまり出してない、じゃあ福谷行こうか。控えキャッチャー。第3球を投げました。いきなりチェンジアップで打ってなかった。いきなりチェンジアップ。
チェンジアップがなかなかうまいこと曲がるアンダースローのピッチャー、なかなかタイミング合わせづらいやつだね。第3球を投げた、打った、流し打ち、おお、なかなかうまい。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さえてんなぁ。うん、いや意外とチェンジアップに全くタイミングが合いません。遅球、直球決まってストライク、当たらんぞ。追い込まれました。第3球を投げた、当たらん。持ち味発揮してんな。じゃあもう中継ぎのエース出します。1点差なんで、もう点取られないよ。レタくないね。